FEC チューンド FEC チュ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 ンドうんちおんち中チラジオ略してチチチラジオ 今週も始まりました。ちちちラジオパーソナリティの上地でも下地でもない中地です。改、え、修、ー、工事のため、2週間ぶりの生放送になっております。えー、ツイキャス YouTube 配信をご覧の皆さん、えー、背景が廃墟になっていることを <laughs> 気づいてますでしょうか<が> <laughs> 文句ではないですよ <laughs> <が>。文句かいや、本当に声の響き方が廃墟と一緒なんだよな。<laughs> 怖っいや着いたときマジ焦ったわえ回ミスったみたいな。えー、まあ FM 技能案があるね、ここの、あのー、回というかね、スタジオの中が、えー、ちょっと、まあリフォーム回収工事が、えー、入っているということで、いつもとは違うスタジオから、えー、生放送をお届けしております。はい。 えー、な,なので、2週間ぶりの生放送ではありますけども、埼、え、玉、ー、郷さん、ちちちということでありがとうございます。高坊さん、えー、こんばんはということでありがとうございます。埼、え、玉、ー、郷さん、文句ですということで、文句ではないですからね。埼、え、玉、ー、郷さん、な、えー、3月2日の金ぴらごぼうの単独ライブ行くからの、おお後ろに、でかっ なんで叩いたんだよ <laughs> なんで叩いたんだよえケンさんどうぞどうぞ。うわ、こんな、こんな狭いところにも。<laughs> おい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 。うん、ちょっと違うな。<laughs> がっつり違うわけではなくて、ちょっとだけ違うな。うんち、おんち、中ちラジオですからね。あ その順番間違えられなどっちでもよくないですよ。どっちでもいいよ、皆さん。冠番組のタイトルですから。あ、僕、免刑でございます。免刑免刑いやー。お疲れ様ですええちょ、びっくりしませんでした。びっくりした。まず、ここはどこだそう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 。あれ会ミスターと思って。本当によ。僕を、あの、シャッターしま 僕の時はシャッターは一応開いてて、恐る恐る中に入ったら、 そのね、暗闇の中に、あの、パステルカラーのキャンさんが、<laughs> ぼーっと浮かんでて。<laughs> <laughs> ええー。俺なんて、シャッターがキーガガガガガてってる、ね、<laughs> キャンさんは現れてるあ。いや、まさかね、あの、まあ、回、回収工事中ですからね。まあ、えー、そうですね。綺麗になるということで。あええー。このスタジオでの生放送は、僕、この FM 議論で7年間ぐらい、<う>ええー、喋っ,ってますけど、初ですね、こっから生放送は。うん 収録を一回やったことあるのかな二つ、うん、とか映ってるやつ、ちゃんと。工事中。がっつり。本当に工事中がっつり工事してますから。なんか、空いてるビルに勝手に乗り込んで違う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 。違う違う違うやってるじゃん、と違う違う違います。ちゃんと、えー、改修工事してますから。これどうなるんすかねだから、改修工事して。いな,なんか、その、配置とか色々変わるんですかねそう,そうなの、もう全部ないよ、今。うん、今何もないですから、ね、本当に。いや、楽しみだなぁ。 あなんかあ、えー、ああカズマサさんがドアップで映りましたけど。怖いぜ、えー、シャッター、ちょっと開いてる時に、キャンさんが仁王立ちしてたね<え>怖いぜ怖いわあ。なんか、あのー、しっかりめの喫煙所とかなんか中に作ってくれないかな。はい、作るか今時あ。あの、ショッピングモールとかのやつ。いいなんか欲しいのあります ケンああさんはだって僕より頻度多めにこっち来てますから。まあそうね、週に2、3回来る時もあるからな、はい。そういう時に FM 機能にあったら嬉しい。ハンバーガー屋。うわあ <laughs> いや、ユニオンじゃない。えあユニオンは無理か。別に物理。えーも失礼だけど。はい、スーパーとか言うよりは、なんかそういう、ああ、専門。あー。はい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 。24の ?24 時間の。 こ、心の中にでしょはい。だからもう FM 議論が終わったら終わりよ。ああ、なるほどね。はい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 。いやー、ん、ご飯かー。うん。いや、酒よりはご飯。物理的に無理じゃないですか。おー。例えばですけど、あの、ちょっと簡易シャワーとかどうですかああ、別に欲しくない。え、いらない。ああ、いいけどな、簡易シャワー。うーん。 なん、えー、でシャワーを必要なのいや、もう、そしたらねど。どこで何をしてるか、お前シャワー浴びろけ。<laughs> いや、1時間。い,やいやねえい喋りに喋り尽くして。そんな汗かかんだろうよ、ね。1>, <laughs> 1時間喋ったぐらいじゃん。<laughs> えー、何がいいかなぁ。は、まあ、だから、リアリ、リアルな範囲内で。日替わりで食べ物屋さん入ってほしい。はい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 。タコスとか。でも、本当にちっちゃい範囲内じゃないですか 入れ、入れれても。まあ、そのガスとか、そのシンクとかは入れれるのかなどうなんだろうちょっと厳しいような気もするんで。手もみんとかどうですか人<ぁ>個室の。手もみん,かもしれんな。いいしれんうん。ちょっといいかもしれんけど、お前、その、ね、それ、シャワー必要じゃないお前。あ気づきましたね。<laughs> でも、やっぱシャワー浴びたいんすよね。<laughs> なんで、ね、シャワー浴びたいなんかね、 あの、毎週火曜日のあるあるなんですけど、うん、えっともう、帰ったら寝るっていう状態にしたいんですよ。家に着いたらはい。うん、だから、12時半とかね、遅くて1時ぐらいに家着くじゃないですか。うん、そ,そこからなんか酒飲むのもな、じゃないですか。うんうん、居酒屋に行くのはちょっとね、まあ、うん、前までケンさんとあアンズや行ってましたけどね、終わりで。<laughs> ああだったらもう帰って寝たいんですよね。 あ、そうなんだ。はい。だ最近は、その、家での晩酌も経ってますから。うん、なんであ,あ、あの、子供が生まれたんで。会うマジえー、なんで知らないのなんで知らないの本当にはい、本当ですよ。おめでとうあ。ありがとうございます。だから帰ってすぐ寝れ、寝るためには。逆に寝れなくない帰ってすぐ。こ、ここでお風呂入りたいんですよね。FM ノワ案で。じゃあ、何入って、うん、FM ノワ案来て喋って、 帰って寝るっていうのだと、ちょっと違うんですよね。喋った後にお風呂入って、そのまま寝たいっていう。<お>通じてこれ。違うさ、お家で入ればいいし、帰って。いやー、いや、もうお家はもう、もう、駐車場から車を降りて、そのままの足でもうベッドに行きたい。ちょっとでも時間が欲しいってこと自分の。うん。うん。<laughs> もう、そう,そうです、そうです。子供が生まれると、自分の時間とかないからね。はい。 家でな。うん。っていうので、シャワーテモミン。うん。てか、テモミンで思い出し、なんか、あの、ま、あ一応、ここ、ほぼ廃墟みたいなところなんで、声の響きがすごい気になるな。怖いな。だって、こっち空いてるから。うん。だって物ないもん、外。あの、そもそもなんですけど、テモミンとか、リラクルとか、ああいうマッサージ屋行ったことないな。れもないな。えあの、そういう系よ。 リラクルとか。はいはいはい。うん。なんかね。マッサージしたいなマッサージがいいな行きたい。マッサージし、うん。受けたい今。はい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 。シンプルに。ああ高本さん、リラクルありますよ。あ、マジうん。中地が思ってるマッサージじゃなくて、ちゃんと。いや、メンズエッセじゃねえよメンズの話してねえよ、今。本当に、ほぐしてほしい。 俺でも申し訳ないなと思って。しっかりと施術。うん。そういことああ。俺とかはしっかよ、力入れんのよ、結構。はい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 。力、だからもう、その施術してくれた人はい。がくったくたになるのよ。はい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 。申し訳なくていけないよ。ああ、なるほどね。うん。ああ。だからマッサージチェア置いてほしい。おーこれ、正解出たんじゃないですかきた うん。早かっただいぶ。ちょっと早かったマッサージチェアだ。マッサージ、あの、あれ、ライカムとかにあるやつ。あの、なんか、ちょっと浮いてるす無重力みたいな。無重力な。うん。無重力って。あれ、死にたがいっすよね。最近、わかります ?17 分300円とか、なんか、そんな感じっすよね。前なんか、2、1は分200円とか。うん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 。今で。ちゃんと寝たことあるから、なんて。あれ、いいっすよね。あれ、いいよな。 あの、ライカムのさ、中に、最初は、あの、なんて言うんだろう、踊り場的なところにあったのが、専用の個室みたいなの作られて、あ、個室まであるの薄暗い、なんかもう3、4台ぐらい並べられている個室みたいなところに入れられて、あっちめっちゃ良かったですね。そうなんだ。はい。あれいいな、あれ欲しい。俺、家に欲しいな、あれ。いやー。あまあ、大金持ちの象徴ですよね。 マッサージチェア。大金持ちの象徴…象徴…象徴…は、マッサージチェアじゃないですか。大金持ちじゃなくない小金持ち小金持ち。うん。なんでやっぱ奥…く、まず、スペースが必要ですからね。うん。広さ。うん。と、ま、あ単純に高いですし。高い。うん。わかん、相場がわかんないな。もう何十万でしょうね。はい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 。うわ、FM 技能はマッサージチェア説だな。 これ、でも、リアルに FM 技能に携わっている人、めちゃくちゃたくさんいるじゃないですか。パーソナリティとか、リスナーさんもそうですけど。うね。うん。一人、500円とか出せばいけるんじゃないですかああ、マジか。うん。いけるんじゃない ?500 円が100名で5万万。いけんな。全然いけないな。全然けな。円。なんかリースとかないのかな リースだと気使うんだああ、じゃあもう買い取った方がいいか。うんまあでもリスナーさんも入れたら、1000名はいくんじゃないですか。どうなんだろう。リスナーさんも入れたら、勝手に入れるね。いや、だって、まあ、FM 技ワンって、ね、その、全国的に見て珍しいギャラリースペースがあるラジオ局ですから、ギャラリースペースがあるラジオ局なんて結構珍しいですからね。あ<ー>あ。うん。 だから、<ボ>みんなも使えるっていうね、<ー>意味合いでいけば、あれも、うん、な、なんだっけ <laughs> なんとかファンディング。クラウドファンディング。クラファン。クラファン。マッサージチェアを置くぞ。これ、マジありだけどな。<laughs> 誰でも、その、率先して動くのは、うーん。でも中地覚えてもらわないと。いいし、い出しっぺなんだからさ。 いや、なんか、ヒーフミーさんあたりとかが。<laughs> <laughs> <laughs> ちゃんと動きそうだな。<laughs> お願いしたら、ちゃんと動きそうだな。うん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 。マッサージチェアを置こうのかい。<ー>マッサージチェア以上のものないんじゃないですかあー、マジか。答え出しちゃったか。ーもうちょい、でも、<laughs> ボケればよかったな。短時間でいけるやつとかないかな。いや、でもマッサージチェアもだって設定で、だって10分ぐらいで全然リフレッシュできますもんね。うん<ー>。あ えー、なんうなーぁ<ー>。UFO キャッチャー,あー。全然なしですね。<laughs> なんかボケでも、<laughs> その、方囲に当てにいってるわけでもなく、なんか絶妙なラインでしたね。ちょ,ちょっと変な,<ー>な高本さん、ヨギ<ー>公園のヨギ帽。 <laughs> ちょっとよくわからないですね。余義棒はなぁ、<あ>だって、共有するのはね、なんとさ、誰が得する、誰が得するのだからみんなが得するものをおこうっていう。うん、せっかく改装してるから。ね、うん。っていうことですよ。 マッサージチェアもね。<の>ええー。一台だったら取り合いじゃない我々の時間だったら大丈夫じゃないですかええ、自分のことしか考えてんやし、じゃあ。我々の時間は。他の人のことも考えれや。他の方も、まあ、順番に順番にってやれば。ラントさん、冷蔵庫。うーん。なくはないからな。なくはないですけど、ね、やっぱり管理するのは大変ですよ。中身を。ね。現実的な話。 セブンティーンアイスのじゃんけん。あー、悪くない <laughs> あの、駄菓子屋のさ、のこのね、覗き込むタイプの冷凍庫置いて。駄菓子屋いいんじゃないうわ、いいかも。なか漫画倉庫とかにあるし。はいはいはい。あんな感じの。ミニミニ駄菓子屋。うん,うん、んう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 ん。アイスとかもちょっと。んうんうんうん。昭和感のやつ。あ、いいかも。まあ、でも、それをね、ずっと管理する。 あの、おばちゃんが必要っすもんね。いや、もう、キャンさんが全部やるちキャンさんじゃあもう、<laughs> これ以上、キャンさんの仕事増やさないで <laughs>、うん。キャンさんもこの回収工事でもう、アップアップしてますからん、うんうん。今ももういないですからね。いないからなあ。やること多くて。スーファミあー、ゲームはねー、もう、やっぱ大人になるとゲームって酒入ってないと面白くないんですからね。<laughs> おじさんさん。<laughs> すぐ飽きちゃうんだよな。うーん。ちょっと違うから ああラントさん、私が沖縄に移住したから、あ,あ、それだったら、冷凍庫とか駄菓子屋はちょっとありになってきますよね。駄菓子よくない俺駄菓子いいなと思って。うんうん,うんうんうん。駄菓子食いながらマッサージチェア。ああ<ー>いやあ贅沢贅沢すぎるなぁ。ちょっと贅沢すぎる。酒も置けばいいよって。もうそれも快活クラブじゃないですか。<laughs> ただの。もう、快活クラブだな。ただの快活クラブっすよね。FM 快活だな。うん。まあでもなんか、そういうネカフェみたいな感じにし,、うん、していくのは、まあ、悪くはないですよね。うん、そうね。うん、一応、利用料金みたいなのとかも取って、採算が合うのであれば、いいですけどね。管理しないといけないからな。まあそうなんですよね。それがなんか、あの、我々、FEC の売れてない若手芸人で、 管理とか、バイトとしていいんじゃないいいんじゃないですか中地っちのバイト。うん。ミルクい。や、めんどいなぁ。ミルク、死に高いっすねマチビビったお信じられない普通の牛乳じゃダメだのほんとに、ほんとにさ、そう、例えとして悪いっすけど、覚醒剤ぐらい高くないっすか同じ粉として。高くないよね、そこまで。 あ今もうミルクあげてんのミルクと母乳の両方ですね。ああ、そうなんだ。さっきもミルクあげてきましたね。ミルク、あげて目もして。ゲップしなくてね。あら。ゲップ全、ただ、吐き戻し。え、あごー。いや、なんで、い僕がやるのはわかりるよ。検査もゲップしましたよね、今。してないよ、や。小ゲップみたいなしませんでした、今。アーカイブ残りますから、これ。してないよ。いや、聞き、返してみてください。 コゲップしてますから。してないって。コゲップって。コゲップ。ちっちゃいゲップなんか。うん。濁点みたいななんか。<laughs> かっていう。うん。太鼓の達人なの。淵の音をしてましたよ。あれかな。<laughs> <laughs> じゃなくて、かな <laughs>、うん。あのー、父になりました。改めまして。えー、あら、父中地、えー、父中地、父レジオ 父中父父レディオ。あら。変な早口言葉みたいになってますけど、2月3日の、えー、9時頃にですねも。もうすでに子供を出しに使ってるからな。えー、長男が生まれましたえ、子供を出しに、えー、いや、僕、それはね、なんかやめておこうと思って。いやいや、今日もミーティングあっただろはい。遅れる。普通に。出しと言じゃ服、<laughs> 普通に遅れる、こういう理由で遅れますでいいさ。はい,はいはい。動画まで、いや、も<う>動画まで、おぉ かわいいでしょうちの子なんかじゃじゃじゃん。勘弁しちゃちょっと遅れるんで、勘弁しちゃ確か仕事の一環の、仕事のね、ミーティングが今日夕方7時にあって、僕はちょっとこのの面倒見ないといけなくて、参加が10分ぐらい遅れましたけど、説明だけでよかった。それの前の、そう、LINE のやりとりがもうパパパパパパパーンってなってて、ちょっと殺伐としてるなと思って、ほら。うん。じゃあ、あるもう分かったみんな。 あ、中地日遅れるんだな。あ、でも、子供生まれたばっかりだし大変だな。はい。オッケーオッケー。と思った動画まで。文章に書いたものをまんま言うだけ。すみません、ちょっと遅れます。10分15分。それができるのが LINE グループのね、いいところじゃないですか。いやいやもうすでにと思ったよ。あ、そうああ。ちょっとあざといな。あざ、あざといですかね。その、うちうちに使うあざとさんは別にいいんじゃないですか。 外に使うプロデューサーの秋ノリも子供生まれてるから、去年。はい。はい。同級生だろ同い年。学年は一緒ですね。だからあいつも、もうそんなの見たら、おーかわいいってなってた。あーかわいいってなってた。いやね、やっぱりね、早くね、秋ノリさん一家と、お散歩行きたいです。公園で公園で、やっぱ先輩ですから。まあそうね。あお父さんお母さんとして。 うん。でも、秋のりは特殊だからな。ま,まあ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 。うーなん。その辺とかの楽しみですね、うん。で、ミーティング終わったらすいません、ちょっと、目浴あるんで帰ります。目欲がねーいやいや、<う>今からネタ見せなんですけど。いや、<う>目欲があるんで帰ります。あ<ー>うん。あ目は僕の役。へへ <laughs> <laughs> っ,って言われて。<laughs> <laughs> どういうテンション目浴むずいわーちゃんと、両、この、指で耳を押さえたそう、押さえたりとか。 うん、まあ、言うとら綺麗になればいいだけじゃないですか、まあ、お湯せ。まあ、せあ、まあ、まあ、木浴っていうな、なんか、<ー>単語がな、<laughs> むずいわ。なん、別に。風呂。風呂、風呂でいいし。うん。でもなんか入れ方講座とかも習いましたからね。それはもうみんな、ね、みんな通る、通るんじゃないからな、まあ。 一応、その母乳あげる以外の仕事は、うん、ええー、まあ、僕、やろうかなと思ってるんで。おむつ替えたり。おむつ替えたり,ミたり。ミルクあげたり。ミルクあげたり。あのー、今日、あの、500衣装アワーの収録があって。昼間にはい、昼間に、そこでも喋ったんですけど、うんそ、あるあるだと思っていたことがあって。<laughs> どういうこと子供がいる親のあるある。はいはいはい。 親あるあるとして、うん、えー、喋ったのが、まあ、えー、くエク先生と中田さん共感してくれなかったんですけど、うんまあ、検査にも行ったかな、うん、あの、子供のうんち、かわいいじゃないですか、もう。子供のうんち可愛くなかったですかおむつ替えの時、うんちとかしてた。あ、うんちしてるって。かわいい、ない。うんちしてる姿は可愛かったよ。はい,はい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 。うんちは別に可愛い<ー>うんちだろ。うん、まあ、セットで。な、<や>なんだろうやっぱ、 その排泄をして成長しているっていうなんか愛おしさが、ちゃんと生きてるなっていう。<laughs> それをうんちに感じるわけうん、いやだってね、もう意思疎通が図れないわけじゃないですか。一方通行な意思疎通じゃないですか。今って新生児ですから。その中でも、えー、まあ、レスポンス返ってくるのが、まあ、泣くだったり。うん うんちだったり、おしっこだったりっていう、はい、うん、ことで、うんちすらも僕は愛おしいなって思うわけですよ。おしっこもね、もちろん。おむつ替えしてる時に、おしっことかピューって出てたら、可愛いなって思うんですけど。うん、あ、じゃあもうダメかお。おしっこは、分はわかる。はい,はいはいはい。おむつ替える時におしっこ、かて、てあーってなったのは、かわいいなって、はい、その上で、 あ、うんち吹かれたまたまた吹かれてない吹かれるっていうのは <laughs> うんちしてたなーってパンパス使えるだろはい。でお尻吹きでお尻吹いてるでしょはい。その刺激でもう一発パンって出てくる <laughs> 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 あ、なんか、それに、なんか近しいのはありましたね。あれさ、俺たちだってあれさ、オシュレットやってる。はい,はいはいはい。あれ 終わりと、と思ったら、まだ出るな、みたいな、あれが、こいつらにもあるわけ。はい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 。それが、お尻拭きを、で、ちゃんと肛門も綺麗に拭いてる時の刺激。はい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 。で、ポンって出る。はいはいい。あれもある。可愛いじゃないですか。その時は可愛いと思うけど、うんち自体は別に、そんな、愛おしくはないかな。だって、ミルクしか飲んでないのに、ちゃんと茶色もん出てくるんだ、とか。ごめんなさいね、食事中の方聞いてたら。まあまあ、でも、この深夜だから、深夜っていうかね。 あのー、本当に、その、なんて言うんだろうなー、あの、うんちちょっと食べてみたいな、って。<laughs> 全然意味がわかりません、ね。ええー、これ俺だけはい、そうです、きっと。奥さんの母乳飲んでみたいなーはあるあるですよね。母乳飲んでみたいなーはあるあるというより母乳は飲むもんだよあの、そのー、子供がじゃなくて、旦那さんが、はい。あ、もちろん飲みます。はい。それは飲みます。 ですよね。飲んでみたいなー、じゃなくて飲みます。うん。はい。その方向性です。うん、違います。いやー。<laughs> 俺だけかなーお前だけだよ、多分。聞いたことないもん。うんち食いたい。だから、子供って可愛すぎるがゆえに目に入れても痛くないっていう比喩表現あるじゃないですか。それはあくまで比喩表現なだけであって。本当に入れたら痛いからな。本当に入れたら痛いじゃないですか。かもうちょっと、 なんて言うと口に入れちゃいたいんですよね。うんちを。うんちを。<laughs> だから、赤ちゃんを、口に入れるって、ね、ダメじゃないですか。うん。ま、ちょっと、ハムハムするぐらいとかはいいですけど。うんちを、口に入れるのって、ダメじゃないですか。いやや、これは、迷惑、こむるのは誰もいないわけじゃないですか。いや。え いや、いずれ言うだろう。お前のうんちを食うぐらい俺は愛し、愛おしくて、うんちも食ったんだぞみたいな。<laughs> 言うわけでしょ将来。<laughs> 息子ああ、そうか、俺お父さんに。言われてみ。お前の…うわ、きつーなんか、ゆういちろうお前、ち <laughs> <laughs> お前のうんち愛おしくてんなパコああ、美味しくああ<ー>、<laughs> お父さんきつー食べてみるぞみたいな。しくったーってなるわ。<laughs> もういやー、でもなー、なだから、からそれは言わなくていいじゃない。言うだろや、絶対。言うだろっていうか、ああみんなに言うから、きっと耳に入るだろ、子供にも。<laughs> みんなには言うよラジオにも言うし。まず FM 機能案で言いますよ。もう、もうその時点でもう、息子にはいずれ耳に入ると。<laughs> そっかー。うん ああ。私、いや、嫁、いいそうです、普通に。一応、奥さんにも相談しました。<laughs> 何をえ、食おうかなーってちょっと、舐めてみたい,い<や> <laughs>。いや、いや、ちょっと、その、なんか、食うっていう。いや、俺、別に止めないよ。食べるっていう表現は、ちょっと生騙しすぎるわ。ちょっと指についたのを、まだ固形物じゃないからな。はい。うん、おむつ替えとかしてたら、やっぱつくんですよ。はい、はい、はい。ね。はい,はい、はい。 それをちょっとペロって舐めてみようかなって。特特な匂いだしな。はい。おちゃんのうんちもな。思うっていうだけで。うん、じゃあやってみたらだからちょっとね、<laughs> その、あの、嫁にもないしょで。だからこれが、うん、ま、僕もお父さんだってまだ2週間ぐらいですよ。もう二週間経つ ?2 週間目ですね。え、1週間と、間え3、3日ぐらいか。 ええー。10日ぐら,ぐらいですけども。<ー>だから、この、赤ちゃんの出てきたうんちを、ちょびっといただくっていうのは、うん、そ倫理とかモラルとか道徳とかが、<laughs> そういうのに反してるんじゃないかっていう。まあまあそれはそうじゃない思考はもう止められないからしょうがないとして。<ー>もうそう思っちゃったんだもん。まあまあね。うん、この行為が、どういうものなのかっていうのが、ちょっと押しはかれなくて。うん、でも、はい 誰もやってないさ、基本、周り。そういうこと。で、だから僕が、<し>万が一やったとしても、はい、誰も何も言ってないさ。はい。中地やってみたら、もしかしたら俺もやったことあるぜっていうやつが出てくるかもしれない。はい、うわ、だから、僕は、うん、そう、ラジオを通して、うん、あ、わかるそれって言う人がたくさんいるって思ってたし、うんうん でだから、えー、ハンサムの中澤さんは、五億先生、健さんは絶対うんち食ってると思ってる。空ボケげ。<laughs> 本当に食ってないですか。空っぽげ。うんち食ってる顔ですよ。食ってる顔ってなんかよ。食ってないよや。あのちょっとのっピッて,のせて<笑><笑>乗せてあの手の甲にピッてなんかおしゃれレストランのソースの味見みたいな感じで。<laughs> そうかおしっこから行きたいんですよ。段階的に。待て待て、おしっこから行きたいって何段階的にやってら。ち待て、おしっこからってねおしっこ舐めるってこと舐めるってことはい。出てきたやつを。え、おしっことうんちだってどっちがハードル高いですかどっちも、あ、まあ、うんちじゃないうんちの方がハードル高いですよね。だけど、この、遭遇手についたしっこを舐めようとは思わねえよ。 お父さんとして自信なくしてくるなぁ。お父さんとしてというか人としてじゃない <laughs> 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 これはでも本当に愛しすぎるがあまり。これ嫁に言ったんでしょはい。なんて言ったの絶対にやめてと。ほら <laughs> <laughs> 絶対にすんの。そりゃそうだろや。気持ちがある。そりゃそうだろう。うん、おかしすぎると。だって産んだ本人が思わないんだよ。<laughs> なんで産んでないお前が思うばいや、でも愛情表現なんだけどな。間違ってるのは、重々承知ですけど。うーん。うん、やれ、やれ。一回明日いや、ちょっと俺、ね、これ、ちょっと舐めてみますわ。<laughs> 今、覚悟決まった。やれ、やれ。ちょっとやります。やれ。来週、えー、食レポを。 <笑><笑> <laughs> いいね、いいよ、いい。ちょっとね、うん、撮れそうだったら録音撮ってきますわ。録音はい。まあ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 。動画、動画にしよう。<ど> <laughs> 動画じゃ、検査にだけ見せます、ね。さすがにその全世界に公開するのはああ、はよろしくないんで。うん、これ僕なんかの方に触れてないですよね。<laughs> 触れてはないんじゃない触れてない。だってそんな方があるのがないおかしいだろ、まず。 子供のうんちを舐めたら、うん。なんか罰金50万とか。ないですよね。前もってやったやつがいるからってことだろ、それって、法ができるってことは。ああですよね。うん、だから今ないからああ